投げ終わったこと後のこの東山のリアクションっていうのは直さん結構多いんですが、はい、いや今に関してはもうあの風が強くてなんとかもう投げたけどあダメだわっていうような感じですよね。うーん、はい、ボール自体はそんなに悪くは見えなさそうでしたけどね。ボール自体は全然悪くなく状態も今日そんなに悪くないですよね。はい、はい、このフライですね。さあどちらでしょう、どこに飛ぶんでしょう。平良追いかけて取りました。逃げていくボールを追いかけながらバックネット方向へ、キャッチャーファールフライです。よく取りましたね。取りましたね、はい、2回の裏もマリーンズも三者凡退です。考えてしまいますからね。さあここは打ち上げた15メートル池田、そして田村、谷が追った、どちらが取るんだ、取れない。間違いなく三塁方向に上がったフライはベンチ前で弾みました。こう動いてくるなという感じですね。さあまた打ち上げた、今度は池田目を切らない、三塁ガーダースタンドに入ります。もうサードフライかなっていうボールはもうある程度高く上がるともう流されますね、はい、今は16メートルの表示。早く投げます、打ち上げた、さあもう1回どちらでしょう、池田取るか、うん、これは無理です。メルセデスももう上がった瞬間に指を指すんですが、はい、もうあのこれでいうと3つぐらいサードフライですね。そうですね、3つぐらいサードフライで終わってるんですけど、まあこの風ですから